マスピーの皆さんお疲れさんです。チキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日もですね、無料10連聞きますね。でついに始まりましたね。まあ予告からありました、新たなシンデレラフェス、シンデレラフェスノワールが開催されるされますね。SS レア2倍新規 SS レアが来ております。今回からね、新しくフェスが2回、月2回ということになったんでね、まあ、今回は幸い無料10連の期間とかぶってるんで、であれなんですけど、まあ、今後ねフェスが咲くときはね、今までのシンデレラフェス、シンデレラフェスブランか、ノワールかっていうことを選択する必要もあると思います。まあ、無理してね、今まで見たみたいにね、ジュエル砕かんでもいいかなと思ったんですよ、私自身は。そのフェスだからといってね、まあ、今後2つのフェスをね、どちらを回すかはね、ちょっと好きな子が来てるか来てないかとか、そういうことを考えながらね、ガシャ回していかないと、やっぱりジュエルが今回持たんようになると思うんですよ、今後。だからね、あれですね。まあまあ、今回はね、運よくね、ね、無料期間もあるん で今回はね、フェスノワールはね、私ちょっと無料分だけでちょっと我慢しようかなと思ってます。まあちょっとほんまに我慢できるかちょっと自信ないんだけど ね、さすがに SS レア2倍やからね、魅力的やからね、このガチャ自体が。まあということで ね、今日もおまじないからやっていきたいと思います。もっと幸せ、皆さんお幸せ、おしゃれな流れにおなら、あ、来ました、贈り物が降ってきました、ついてますね、ありがとうございます。ではガチャページ行きましょう。で、ちょっとね、今回 の、ね、シンデレラフェスノワールの新アイドル のね、まあ、皆さん分かってると思うんやけど、今回の新規アイドルが、はい、楓さんです。神秘なる月影、高木楓来ております。こちらが、うん、これ嘘やろ、嘘やろ、ちょっとライフとかボーカルとかがちょっとこれバグってるんやけど、多分これバグりですね、バグりやと思います。ライフ42とか、ダンス6とか、ボーカル510とかが、ビジュアル11とかって、嘘やろ。ちょっと待ってよ。多分バグですね。多分バグだと信じましょう。ちょっとわかんないですね、これ。まあ、多分、ボーカル特化型でしょうかね。センター効果は新効果になってます。シンデレラブレス。ゲストを含むユニット編成アイドル全員のセンター効果を発揮し、最も高い効果を適用ということですね。新しいこれセンター効果になります。特技は評論の破棄かな、12秒前、収穫率でしばらくの間、ユニット編成アイドル全員の特技効果を発動し、最も高い効果を適用。すげえ、すげえ効果ですよね。モデルビュアがこちらになります。おお、大人、楓さん大人の衣装、しかもちょっと露出高くない、これちょっとセクシーじゃね、この衣装。わお、わお、すげえ。あ、どこも見てないよね、どこがこんな感じですね。さっきの衣装もそうだけど、すごい。ではね、まあね、私はね、この期間中、できるだけ無料10連で我慢したいと思います。ということでね、引いていきますと、その前に、運営さん、ちひろさん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連、本日もありがたく聞かせていただきます。では、行きましょう。フェスやからってね、あんま期待しすぎるとね、期待しちゃうとこもあるんやけどね、私ね、フェス運良かったり悪かったりの繰り返しなんでね、どうなるでしょうか。まあ、
聴けるだけありがたいという気持ちを込めていきます。嘘やんロードなし。あ、もうクラリスさん、うっす、レイナさん、たくみ、みやび、うそやー、まゆ、嘘やん、フェスでロードなしはちょっとへこむぞ。嘘やん、へこむぞ。あかん、さっき我慢するって言ったの撤回。ちょっとここにあるジュエル全部これであと10連引けるから10連引きます。もうさすがにこれはきつい、いきなりこれはきつい。1、2、3、4、5。もういや、あれだけちょっと回しますね。もうよいしょ、さすがに、お、固まった、あ、ちょっと待って、固まりすぎ、嘘、あ、いた、お、これちょっと期待ダイヤーぞ、20連目で、よし、確定きた、よし、これはかなり期待ダイヤーです、行きましょう、お、2枚、お、いきなりや。これ誰？あ、千秋さん来たー。あ、千秋さんもう一人の工場ですね。あ、2周目やったかなこれ。やった。あ、新来た。千秋さん2枚目ですね。セレア。私やった。おお。ヒラリ。ミオさん。忍ぶ、さあ次です、次、あ、新規なら嬉しいんだけどね、どうなるでしょう。あのロードからして結構、うわー、カエネさー。この海には何度か来たことがあります。でもこの時間は初めて。カエネさん来たー。よっしゃー、カリン、トモカ、キオリさん、カイさ、ラストエスレアが、あ、キヨミさんですね、うん、よっしゃー、石砕いてよかったー、20連目で勝ったー、しかも新規2枚、うん、よかったー。はい、千秋さんですね、こちら、コンセントレーションのね、千秋さん2人目です。わお、まさか2人目来るとは思わんかった。で、こっちですよ、こっち。不思議ですね。月の光は太陽の光を受けて生まれるもの。元は同じ光なのに、昼と夜でこんなにも印象が違うなんて。これが月の持っている力なのでしょうか。ね。よっしゃー、勝ちました。あれ、やっぱりこの風景おかしくないって思うんやけど、ひょっとしてこれセンター効果があるから、なんていうかな、あれなんかもね、センター効果の関係でこの数値なんかもしれませんね。うん、でもむちゃくちゃ低いからこれ、どう使えばいいんやろね。まあそこはちょっと気になるとこやけどね。オッケー。
ということでね、本日の動画は以上となります。もしよろしければね、チャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることもできます。もしよろしければね、そちらご覧ください。そしてね、私のデレステ動画シリーズ、視聴者参加型企画となります、みんなで作るこの子のこと知ってもらいたいねのコーナーでは、皆様が紹介したいデレマスアイドルとその紹介文をね、随時ね、 Twitter、DM もしくはねコメント欄にて受け付けております。もしよろしければね、応募ください。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。